はい、皆さん、こんにちは。タンブラーです。はじめに、この動画は、本編ドラゴンクエストモンスターズジョーカー3、お裾分けの心を持って Wi-Fi 対戦の収録の中で、主に、僕の実況がひどい、という理由により、投稿を自重していたものを動画化したものです。よろしいですか？不安な方は、この時点で動画を閉じてください。また、この動画で本編より先に新しいお裾分けのパーティーを紹介することも一切ありませんので、そこはご安心ください。特に初見の方、または僕の動画はジョーカー3の動画以外見たことがないという方、ご注意ください。まだここで引き返せます。視聴される方は本当に覚悟を持ってお進みください。いいですか？告知はしましたよ。本当にカットカット。はい。それでは、どうぞ。いやー、疲れたね。いや、これ今回は収録 NG かもね。はい。お相手の方がマンクロさんですね。対戦よろしくお願いします。うわー、このパーティーは完全に物理だね。いや、やっていこう。みんなのことを信じる。辰政、渋川、相馬、久吉。うわ、いきなりバイキルト。いや、パート1からずっと僕のことを支えてきてくれたお前たちを信じる。さあ、ここはね、バイキルとか、アストロンしていくしかないかな。行動超速いとか、やられたら、もう完全に壊滅してしまう。はい。これで行きましょう。大丈夫。お前たちは、僕のことは信じなくてもいい。お前たちが、心から愛する、お裾分けのことを信じてくれ。もう、それだけでいい。応援。よし。いいぞ。そして、凍てつく波動。素晴らしい。ベストコンディション。大丈夫。よし。とりあえず出すぞ。まずは、これでこのターンをしのぎきるけど、バイメリとかこれちゃんとサポートしてくるのかな。マテリアルバーン。いや、でもいい。このターンさえ、しのぎきればいい。大丈夫。次のターンになれば。よし。希望のターン。そう。お裾分けがそこにある。それだけで僕に勇気をくれる。ここはね、もう物理予測しかない。そして、あとはとりあえず全員でサポートしていくか。身代わり張って、あと辰政もサポートさせておけばいいか。おそらくお相手のパーティーは、守備が低そうだから、相馬のターンさえ回してくれば、こちらに分があるはず。大丈夫。物理予測さえ決まってくれれば。ブラキ。暴走機関。いや、これは、でも大丈夫。物理予測さえ来れば、それで、このターンはしのげる。うわ。アグレッシブすぎる。暴走機関。いやー、これは読み間違えたら終わりだ。おおおおおお。お相手もお裾分け。応援。お裾分け。ぼやき。でもテンションが高いな、まだ。大丈夫。よし。まずは久吉。でも、お前一人じゃ、まだ足りない。全員で、みんなで、支え合おう。よし。物理予測。そう。あとは、辰政。よーし。先に動いてきてくれる。あとは、相馬のターンさえ回ってきてくれれば、おそらく突破できるんじゃないかなという気は、しなくもない。どうでしょう。よし。
大丈夫。マホターン。いや、でも、テンション溜まっているから、大丈夫。貫通できるはず。まあ、しげり。よし。えらい。しのり引いた。さあ、反撃開始。嘘でしょ。これはやばいな。とりあえずもうステルスアタック打つしかない。いや、もうこれ、身代わり一応打つしかないけど、絶対身代わり貫通してくるな。やばいやばい、これは。いや、もう、竜翼のステルスアタックで落とすしかない。先手は取れる。先手取って落とすしかない。やばいな、これは。いや、諦めたらそこで試合終了。まだホイッスルはなってない。大丈夫。応援。やばい。これは完全に。いや、もうこれ、凍てつく波動来るしかないな。僕の本気をお裾分けする。お前たちに。だから、明日からじゃなくて、今、本気を出してくれ。よし。素晴らしい。そう、確かにお裾分けの特性の数は減った。だけどその分、僕がお裾分けをしていく。大丈夫、身代わり。そしてステルスアタック。これでどうだ。勝てー。意外と勝てー。いや、仁王切りはでもそんなに強く、強っ、ちょっと待って、ちょっと待って、や、でも、そうは、逆転の一手を切り開いてくれ、いけ、よし、よし、大丈夫、そう。一人で戦ってるわけじゃないんです。みんなで力を合わせていく。立ち上がっていく。そう、真っ白だったこの子たちが立ち上がってきたんですよ。ここはね、もうとりあえずこの滝やりればもう大丈夫だと思うけどな。はい、まあ何でもいいと思うけど、どうしよう。はい。まあ、これでいいか。はい。これでいきましょう。お、交換。誰？イッタブル。いや、でもね、イッタブルは大丈夫だな。これは突破できないと思う。そうだね。リザホラルとか打っとく？はい。あとは、やることないけど、はい。いや、まあ、でも、多分イッタブルにうちのパーティーは突破できないと思うけどな、裏切り。そうですよ。真っ白だったこの子たちが、懸命に立ち上がってきた。たとえ、泥まみれになっても、そして、汚れて、傷ついても、真っ黒になっても立ち上がってきたんですよ。お裾分けのパーティーはいつだって崖っぷちなんですよ。だからお裾分けパワー、諦めないこと。諦めたらそこで試合終了。それがね、このお裾分けパの心じゃないかなと僕は思います。大丈夫。ここはね、最悪、正直な話、イッタブル突破できないような気もするけど、突破できないならできないで、ポイントレースでなんとかする。大丈夫。昔、ウサギとカメっていう昔話があったんだけど、僕はその昔話が嫌いだった。だって、普通にやったら、
昔話の1回はたまたま亀が勝ったけど、普通にやったらウサギが勝つじゃないかってそう思ってた。初めからね、何でもね、スマートにできることがかっこいいっていうふうにそう思ってたんですよ。だけどね、違う。そうじゃない。本当にね、かっこいいのは、何度やられても、傷ついて倒れても、立ち上がることですよ。そう、立ち上がっていくこと、諦めないこと、最後までね、やり通すこと、それが、本当にね、かっこいいっていうね、そういうことじゃないかなと思います。何言ってるか、自分でもさっぱりわからない。これ、完全にもう、NG じゃないか、これ、収録。もういい、知らん。あのね、一生懸命な時っていうのは、こう、ダサいんですよ。不格好なんですよ。もうね、それでいいじゃないかっていうね、もう、そんな風に思います。うん。大丈夫。これはね、突破されないよ。正直、今出た悪夢の呼び声のダメージを見て、結構絶望しましたけども、突破するの。だけど、正直なところ、それ以上にお相手の言ったまでには、こちらのパーティーを突破する術がないと思います。うん。ワンチャン、暴走ジバルンバぐらいしかない。大丈夫だよ。アイアンレーザーでは落ちない。さよし。もうね、お前に全ての守りを任せてるから、そんなね、アイアンレーザーぐらいじゃ落ちない。テンション、全く問題ない。これはいくらやっても、ポイントレースでも、こちらが勝っていくと思う。うん。そうですね。これはもう完全にロックした。うん。いや、突破する方法ないと思うな、言った分には。はい。これでいいかな。お座りのターンだし、大丈夫。突破する方法はないはず。これで行こうか。よーし。はい。マンクロさん、対戦、ありがとうございました。これダメじゃないか、この収録は。はい、まあ、とりあえず、今回は、こんなところで終わりになります。ご視聴、ありがとうございました。また次回、お会いしましょう。お疲れ様でした。